麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして解散。待て待て待て、ちょっと待てって。さすがに三大将勢ぞろいはねえだろうが。ほら見ろ、ロビンでさえ言葉を失ってるじゃねえか。いいから構えろ、来るぞ。またお前らか。けど俺はもうお前らには負けねえ。俺は準備はできてるぜ。肩慣らしといくか。私の番のようね。行く。ギアセカンド。ゴムゴムの。行けよルフィ。高み。レッドホーク。準備 OK だ。三刀流黒杖大草つまき。ジョイント困ったね。さて行きましょう。みんなミルフルール、ギガンテスコマーノストンプ。悪は根絶やしにせんと。決めるぞ、止めろ。行きますよ。へい、なんだフランキー。よほほほほ、チャージ、ウイング、アイアンボクシング、ソウルソリッド。手ごわいわね。みんな気をつけて。行くわよ、ハッキー。まとめてわし一人で十分じゃ。きっちり肩をつけるとするか。三刀流1080ポンド砲。あんたらも運が悪いね。アイスタイムカプセル。やるな。ゴムゴムの。行けよルフィ。高み。レッドホーク。
とこいよ。相手してやる。飯の時間だ。ありがとう、フランキー。よし、行くか。三刀流黒城大薩摩騎。おお、ここまでかね。アイスタイムカプセル。ミルフルール、ヒガンテスコマーのスパンク。まだまだじゃ。流星火山。仕切り直しだ。諦めねえぞ。いけるか。ギアフォーム。スネークマン。ゴムゴムの。キングコブラ。まだじゃ。まだ終わらん。俺様の技術力。味わわせてやる。フランキーアイアンボクシング。どんとこいよ。相手してやる。フランキーアイアンボクシング。あらら、こりゃ俺たちにはよ、目指すべき場所があるんだわ。だから止まれねえのよ。助かった。あの三大将相手に嘘みてえだ。キューブのデータは完全じゃないとリムが言っていたわ。そのままの強さを再現できなかったのね。勝ちは勝ちでしょ。さあ先を急ぎましょう。取りない奴らだ。会いたかったぜ、神の息吹。海王類と見まごう巨大な体にまがまがしい嘆願。ガキの頃俺のじいさんから聞いた通りの姿だ。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるからな。俺
のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は船だろうが兵器だろうが操縦桿さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂を賭けだ。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ神の息吹、誰が主人だ。9番艦からは応答がありません。ほとんどの友軍が海の木図か。なんということだ。すべてワフルドからの気象兵器による攻撃と思われます。この威力がゆえのバスターコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。4隻で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバスターコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何隻でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ、お前か。これはどういうこと。嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの。どうしてこんな。そうだなリム、お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム、ありがとな。お前の役目はここまでだ。リム、リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムは、お前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。リムが友達だと。くだらねえことを言うなよ。まあいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。
おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか。俺のコテコテで掴んだものはこの通り、俺の思うがままに操れる。だと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時に、そのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄まで痺れちゃいました。くそ、動けねえ。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全て俺の想定通り進んだってわけ。メモリーに行くたびにリムが弱っていった。あなたの能力の影響だったのね。そうだな、コテコテの技はリムには負担だったよ。リムは何も気づいてねえだろうな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィ、リムが息を吹き返した。リム、しっかりしろ。リム、アディオは悪くないの。私と同じ、寂しかっただけ、仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、アディオを助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない、リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。アディオは南の浜辺の方に向かったわ。